はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。僕、平昌様、ご支援ありがとうございました。平昌っていうのは、平商業高校というところでですね、女の子が可愛かったであります。ほとんど女の子だったのが、だんだん共学になって、男子が、増えまして、で、平昌の男子って、平行、平工業高校の男子よりは、ちょっとおしゃれでナンパなイメージがあるんですけれども、まあそんなことはないんでしょうけれども、平昌の女の子は、どれもこれも可愛かったというイメージがあります。今日ですね、肺がん定期検診受けてきました。採血1回失敗されたぐらいで無事終了。今日はCT スキャンですね。胴体と、今日は初めて脳みそ。もう CT スキャン、やっぱ脳への何つの転移っつうのかな、それも疑われたんでしょうか。毎回そうなんですけれども、再発の恐怖で前の晩よく寝れないんですよね。なんせ手術と抗がん剤が痛かったもんで、凝りちゃって、なんか銀座の高級時計店でロレックス専門店だったっけな、で強盗を働いたですね、16歳から19歳の4人組がいたようなんですけれども、まあ、すでに逮捕されているみたいですけれども、義務教育で留置所体験授業であるとか刑務所体験授業やった方がいいんでは、なんか軽く考えて甘く考えて、いる子が多いのでは。留置所にも拘置所にも入った私の意見であります。一回学生のうちにどれほど嫌なところか体験しといた方がいいよ。それと最低限の刑法を教えた方がいいんでは。コンビニ店員をですね土下座させて強要罪で逮捕されちゃったバカもいることですし、詐欺は手先でも執行猶予がつかないなんてこととかも教えた方が、だから受け子募集なんかとんでもねえって話だよね。相手が恐怖を感じれば脅迫罪懲役2年、焼きそばパン買ってこいは強要罪懲役3年、パン代を払わなかったら恐喝罪10年、ちょっとでも触れたら暴行罪、2年、怪我させたら傷害罪15年とかね。これでいじめという単語でですねふわっとごまかしている校内犯罪も少し減るでしょう。何がいじめか、お前らのやってることは犯罪だ、常々思ってんですけれどもね。傷害罪っていうのは別に指一本触れなくても成立するもんだそうであります。脅迫してなんか鬱になっちゃったりとかですね、トラウマになっちゃってパニック症害になっちゃったので、そういう場合もですね傷害罪が適用されるっていう話であります。5月9日、今日はですね衆院本会議で入管法改正案が、可決成立。あんなに頑張ったのに、パヨの皆さん、主催者発表で120人じゃないや1200人、高円寺でデモやってましたんで、100人ぐらいは集まったんでしょうけどね。大雨の中一般判断、やっと当たり前のことができるように諸外国と並んだだけ、無限に申請できるっておかしすぎた、不法滞在なんだから当たり前、合法滞在者と同じ扱いしろって厚かましすぎる、しばらくやけくそテロに警戒せなあかん、サトシを入管に紹介しますね、でもサトシを知る必要があるからと、入管はサトシを知れというプラカード掲げてですねデモ行進したらしいんで、入管はサトシを知らないとな、ところでサトシってどこのサトシって話なんですけど、入管がサトシを知る時が来たようです。立憲の末端議員が不満やることないようで文句垂れておりました。石森愛練馬区議、近畿の課題である少子化問題に予算を割けないって本当によくネトウヨの言う非国民売国奴以外の何者でもないよな。何言ってるかちょっと分かんない。ネトウヨは非国民売国奴だっつってんのかな。少子高齢化が進めば移民政策も待ったなしなのに。そうか。入管法は改悪しようとしているし、支離滅裂と。どうやらこれは
改正に賛成した自民、公明、維新、民民に文句垂れてるみたいですね。一般反応です。次の逸材はこの人不法滞在と合法移民を意図的に混同している。別に入管法改正は移民政策否定じゃないだろう。真面目な外国人なら滞在できるっしょ。尻滅裂なのはお前らだろ。あいつら人権人権言うのに拉致被害者の人権は完全スルー。日本人の人権はどうでもいいのね、こいつらってね。外国人の人権となるとギャオーンって騒ぎますけれども、そんなんだから有権者の支持得られないんじゃないですか。有権者って大部分日本人でしょ。頑張れ立憲、国民に負けるな意地でも支持されるもんかって気概を感じるというようなですね。まあ逸材現るですかね。試験何言ってるかよくわかんないですけど、まあ悔しそうで何よりだな。いいな、あの杉並区議会な、楽しそう洞口とか、こっち側のあの小林さんとかいるし、なんかあのバラエティ飛んでますね、杉並区議会。少子化問題に予算を割けないって本当によく寝とうよの言う非国民売国と、少子化対策にもっと予算要望でギャーンってことですかね。だったらあの少子化対策やんない方がいいんでは。こいつらの食い物になっちゃうんでは。移民政策も待ったなしなのに、それはあなたの感想ですよね。どこの世界で待ったなしなのかっていう話。それにあの有権者はですね、本気であの少子化とか人口減少をなんとかしようって思ってないよ。問題なのはですね、あの高齢者の比率が上がることで、つまりあの就労労働人口の割合が減っちゃうことが問題で、別にあのあんまり気にしてないですけどね、あの人口減少は。入管法は改悪しようとしているし尻滅裂と、今まであの無限に難民申請できたのがおかしいんですよね。おかしすぎるでしょそんなのは。でね、不法滞在でもいいからビザよこせなんてあのプラカード、そんなね、あの合法で滞在している人と同じ扱いしろって厚かましすぎるよね。米国なんかあの問答無用でですね、その国の港に放り出していくんだって。それに比べれば温情に満ちた改正ですよね。議員の過半数が賛成ってことは、その議員に投票した過半数の有権者はネトウヨっていうことらしいんですけど、いい加減ね、あの自分らがの方が頭おかしいっていつ気づくんだろうなーって。無理なんですけど、なんせ頭がおかしいからね、そんなことにも永遠に気がつかないんだよな。いっそですね、私ら以外全員ネトウヨって言ったらいいのにね。石森は靴沢をネトウヨと呼んで事なきを得た。得てない。なんかあいつらあの、寝とうよって言いさえすれば、なんか気が済んじゃうらしいの。安心するみてえなんだよね。私はいくら寝とうよって言われてもなんともないですけどね。奴らの定義に従えば、パヨ以外が寝とうよであるから、普通の日本人っていう意味になるしね。私はあの、ネット以外でも、デモとか凱旋してんだから、リアル右翼、リアウヨって呼んでほしいな。寝とうよよりは。あのネットから出ないのがネットウヨですから、私の場合はリアウヨと呼んでもらいたい。5月8日少子化対策の財源について岸田総理、いろいろ具体的に検討中、今の段階では何か申し上げられる段階ではない、徹底した歳出の見直しが大前提。利権を一番、もらってる自民党がそれできんのかな。歳出の見直し大前提とか言ってるけど、自民党が一番、利権集中してるはずだよ。長年与党やってたんだからさ。一般反応、増税しますって言えないだけだろ。増税でますます少子化じゃ。国民負担増でさらに少子化推進。社会保険料の引き上げは増税ではないらしい。あれだけ海外にばらまいておいて具体的な検討を深めているって意味不明つまり増税ということだな。信用ないですね、岸ね。増税するんだろう、どうせみたいに思われちゃってません？なんかすっかりあの少子化対策に大盤振る舞いすることになってませんかね、これ。なんだか新しい利権と公金中中を作りたいだけなんでは。専業主婦撲滅、花嫁修行、身分剥奪のあの男女共同参画やめればそれでいいですよ。少子化対策になりますよ。10兆円も浮くしね。今の段階で申し上げる段階ではない。段階なのか段階でないのか
どっちなんだいっていうですね、中山筋肉みたいになっちゃいますけれども、何言ってんだろうこの人、そのうちですね不安があるとか言い出しそうだな。歳出見直しってってできるか自民に、できないともな、利権をむさぶるのが、むさぶってんのがあまりに長すぎてね、もう60年か70年利権むさぼってません自民党って、できるとすればですね、私は寄付を呼びかけません、寄付いりません、募集してませんって、お金に淡白なね小野田君、参議院議員ぐらいじゃないのかな、この人はどう見ても利権むさぼってるように見えないんで、高市総理大臣からの小野田総理大臣ってなったら随分日本は良くなったと思いますけどね。非正規雇用者数の推移、2005年約1600万人、2022年約2100万人、17年間で500万人増加しました。ということは3割増えた、 130% になったってことかな。一般判断です。ええんかこれ、非正規で食っていける時代、人件費節約したら経済が悪化しました、正社員の募集はいくらでもあるのになぜ、自分の都合で自発的に非正規を選択してんだろう、パパ活イコール個人事業主、そういえばUber Eats も個人事業主で、まあ受け負い方式でお金もらってるみたいなんですけど、生活苦を理由にバイトしている高齢者は少ない、正規は残業させられるから、正規ってなんか残業多くて、給料賃金は 1.5 倍もらえてもなんだか働く時間も増えちゃって割に合わねえなという意見は結構目にします。2005年から2022年推移、なんと正社員も増えておりました、非正規も増えておりました。2005年、正規が2200万人、非正規が1600万人、合計3800万人が働いていた。2022年、3800人正規、雇用、非正規雇用2100万人、合計5900万人非正規、正規非正規で働いていた。なんかこれ5割増しですね、5割増し、団塊世代の定年後にですね子会社に派遣されるのが非正規と数えられて爆増したんでは、65歳から70歳の7割が働いているそうですしね、バイトしてるとか、豊島区にもありますよ、シルバー人材センター、ちょっとしたお掃除、庭とか公園のお掃除とか、ちょっとした家事とか受け負ってるみたい。65歳以上の方の数はですねこんな感じでぐいぐいぐい、伸びております。2005年約2600万人、2022年約3600万人、1000万人増加しました。25% が65歳以上となっているのかな、25% じゃないか、もっとか、30% かな。このうち半数がバイトしていると考えると500万人増えたのも納得ですよね。生活苦でバイトしている高齢者は少ない、という感想なんで、何もしないでいるとボケちゃいそうですもんね。あと社会から切り離されるとやっぱ老けちゃうから、あとつまんないし、毎日毎日盆栽いじりとか散歩とかそば打ちとかもやってらんねえしね。2005年3800万人、2022年、5900万人、労働者の数が増えている。そんなにそんなに仕事の総量増えたと思えないんですけどね。私、分ける人数が増えたから給料上がんないんでしょうかね。これ5割増しに労働者の人口増えたから給料上がんねえのかな。それでも足んなくて外国人実習生よこせとか言語道断ですよね。人口はむしろ減ってんですよ、2005年と2022年、1.26 億人から 1.24 億人に、なのに労働者人口が6割増して未成年の割合が減ってですね、大人の割合が増えたからでしょうか、大人の割合が増えたからでしょうか。これ見てですね、私ちょっとあって思ったことなんですけど、2005年は80歳以上が 4% ぐらいだった、それがですね2022年は80歳以上が 12% になっております。なんと8人に1人が80歳以上、これ長生きするようになったもんだな、たった20年でな、ちょっと驚きましたけれども、80歳つっても今普通なんだなちょっと思ったりなんかしてね。イスラム団体ドソーボシ
土葬墓地を作らせて、大分県、秀町、日の出町、どっちでしょうね、日の出町かな、A で合意、一般反応、終わりの始まり、イスラム教徒集まってくるんじゃねえの、巡礼地になるかも、許可する側のメリットがわからん、融通きかない神と信者、わんさか集まって自治区を名乗る、勝手に聖地作って独立宣言と、経緯はですね、こんな感じみたいであります。イスラム団体、土葬を許可して日の出町、家で、隣接の読めねえ杵地区、杵地区市民、間違ってるかもしれないです、杵地区市民、水質汚染か、日の出町なら町有地に変える、イスラム団体買った、日の出町売ったってことらしいんですよね。まあ隣の市から文句出たから場所変えます、町で所有している土地なんでこれ買うって言ったら買うって言うから売ったってことらしい、日の出町の利益は賄賂とハニトラ、売却益を山分けってことでしょうかね、墓地予定地にどれぐらいの広さがあるか分かんないですけど、山あいのってあったんで、豪雨の時とかまずいんじゃねえのこれなんて、それで日本中仮装になってるわけだし、仮想になってるわけだし、日本中のイスラムが大分に移住してですね、日の出町全部が墓地になる日も近いんじゃこれ、これ決めた町の幹部は後年ね、あいつらのせいで子孫に罵倒される未来が見えちゃいますね。できたらそういうの一箇所にまとめておいてくんないかな。一回でもこういう前例できちゃうとですね、日本中で要求が始まる予感もしますね。他は許可しちゃダメだと、あれダメこれダメのイスラムって非寛容なんですから、それらが日本人に寛容を求めるって都合良すぎない？なんだかさ、こっちにばっかり。やっぱり全国的にですね、滞在税取って永住者とか減らさないといけないんじゃないか、いうに気になっております。最初は月500円とかからスタートして、毎年毎年じりじり上げてって、最終的にはですね、月3万円ぐらい、外資系のビジネスマンとか単身赴任でこっちに来てる外国人には無理なく払える、だがしかしバイトしているような外国人にはとても大きな負担になるっていうぐらいの金額を、ずっとかけてれば、そういうのは減るでしょ。外資系のあれって給料高いもんね。ましてや単身赴任となればさ、日本っておかしな国ですよね。非正規雇用ってさ、雇用が不安定だから、もっと高い金もらえてもおかしくないんだよな。端的なですね、例がですね、野球チーム、いつ怪我して引退になるかもわかんない、いつ戦力外通告されるかわかんない、来年は契約なしよって首切られるかわかんないから年俸が高いとね。年俸っていうか給料安いのにいつ首切られるかわかんないって、そんなのひどすぎない？まあマクドナルドのバイトとかは、アメリカでも同じような感じなんだかもしれないですけど、なんだかおかしいような気がします、なんだか。というわけでメール当院さん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご登録ください。ご支援なんかもお待ちしております。よろしくお願いします。デトックスジャパン。